和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ、皆さんこんにちは。ダックス企画プロデューサーの和田正幸です。皆さんこんにちは。ダックス尾崎由香です。皆さんこんにちは。ダックスエグザイルファンタスティックスの世界です。この番組はアニメや漫画の企画とクールジャパンを推進するプロデュース集団エクスアーツの代表和田正幸さんが尾崎由香と世界さんと一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。はい、今週も始まりましたが、早速ねちょっとあれですよ、はい、世界さんのシティーハンターのね、はい、そう情報が出たし、そうそう、そんなね、なんかお便りをね、はい、いただいているのでご紹介します。ラジオネームキャッツアイさんからいただきました。皆さんこんにちは、ダックスです。こんにちは、ダックス。世界さん、劇場版シティハンターエンジェルダスト出演おめでとうございます。ありがとうございます、うん、もうびっくりしました。って声が出ました、うん、野上紗友子さんに尋問されるなんて幸せすぎます ね。もう収録は終わっているそうですが、うん、前のテンスラや遊戯王の時と比べてどうでしたか？緊張しなかったですか？9月8日の公開が楽しみです。映画館に見に行きますね、はい、というお便りをいただきました。はい、いや緊張しましたよ、うん、緊張した、まあね、僕なりにベストは尽くしそうと思って一生懸命、うん、一言なんですけど、うん、やったけど、やっぱ一緒に撮るメンツがメンツなんで、源田さんもいりゃ神明さんもいるし、皆さんと収録できたんですね。僕、うん、すごい貴重、ね、こうシティハンターのね、毎回劇場版そうしてるって言ってたから、あの基本的に3回4回撮るですって。全キャストと一緒に撮る神谷さんたちが、から今日はゲストの日とか、うん、メインと一緒に撮る日とか、香りと2人だけで撮る日とか、そうやって全部こう決めて、ね、そうやってるみたい で、うん、で僕が行った日はそのメインとそのゲストパートを撮る日だったんですけど、だ僕関さんたちとは別日だったんですよ、うん、だからゲストっていうのがその日は僕だけだったから、あすごいね。であとはそのメインのキャストさん、皆さんみんないましたよ。なんか言われましたアドバイスとか。もうとにかくなんか元気に楽しくっていうのは、本当にみんな神様みたいな人たち、神々がいっぱい、そうそうそう、もう現場のキャリアの、うん、キャリアのキャリアだから神明さんもね、だってもう芸歴50年以上か、そう、主役デビュー、主役の声優なんて言って主役をやって50年、うんうん、50年すごい。そうだからデビューから行くと53年とかそのぐらいだったかな、ね、ね、もうでもツイッターでもね、世界さんとやり取りも神谷さんもあって、うん、そうなんですよ。だからそのまあその前に、うん、あの僕らのファンタの番組にお越しいただいて、うんうんうん、でそこから、1月半ぐらいで5回ぐらい現場一緒になりまして、すごい、なんかそう、なんかご縁があるんですね。そうなんです、だからまたいつか共演したいねって言われて、でもめっちゃ緊張しましたけどね、うん、隣にあの一流斎さんとかいて、うん、田中秀幸さんと同じブースだったんで、うんうん、世界さんも緊張するんだ、あっちもこっちもいい声が聞こえてくるから、そうだからね、なんかあの本当は最後までいたかったんですよ、現場に、うん、アフレコの最後までいたかったんですけど、出なきゃいけなくて、残念、そうだ、お芝居をね、もう最後まで見れなくて、そう、いたかったんですけどね、うん、貴重でしたよ。いや楽しみですね、公開9月8日ですから、もうね、そうそう、もう見に行きましょう、待ち遠しい、ぜひぜひ期待早く声をね、楽しみにしております、うん、はい、じゃあこの後あのコーナーに行きますよ。それでは早速始めていきましょう。和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ、今日はペルセウス座流星群の活動ピークらしいです。見れるかな。和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ、ワダックスプレゼンタメーション。このコーナーでは毎回テーマに沿ってさまざまなエンタメ作品を和田さんと私と世界さんがプレゼンしていっちゃいます。はい、番組から発表されるテーマに沿ったエンタメ作品をそれぞれ一作品ずつ紹介してプレゼンします。はい、エンタメ作品であればアニメでも実写映画でも漫画でも小説でも何でも OK です。
プレゼンを受けたら次回のこのコーナーまでにお互いその作品を見て読んで感想を言い合いましょう。そう、ここなんだよな、一番問題は。問題はね、そう、そう、お互いが見るかなとそこそこなんだよな、ね、見えるものをね、そうね、まあそうですね、うん、はい、ということでね、はいはい、今回のテーマはお腹の底から笑える作品ということで、私はお二人にエクストリームジョブを、うん、和田さんは私たちに地獄の花園、映画ね、はい、映画ですね。世界さんは私たちに皇帝芸人さんをねおすすめしてくれました、うん、解散しちゃったけどね、うん、そうね、解散のニュース、はい、新しいコンビ組んでるから、うん、今回は、はい、見られたでしょう、いかがでしたでしょうか。見られたでしょう、うん、僕はエクストリームジョブはもともと見てたからね、知ってたし、地獄の花園は見ました。 あ見た、はい、どうでしたか。いや問題はお二人なんだよな。え、どういうこと。お二人なのよ。なんで、いつもいつも、え、なんでどうなのよ、そこ見たの。見ましたよ、もちろん。あなたさっきでしょあなたラジオ始まる前にずっとお笑いの動画見たでしょ。予習と復習で言うと復習をしてたわけですよ。あ、うまいよ、そういうごまかし方がうまい。いやもうすごい、和田さんすごい、さすがです ね。地獄の花園は見た。見ましたよ、見ました、めっちゃ面白かった。おもろいっすよ。知らなかった、知らなかったです。あ、そうなんだ。本当にポスターは見たことあって、どんな作品なんだろうって気になってて、うんうんうん、なんかアクションが強めなのかなって思ったら、確かにね、めっちゃ笑っちゃいましたね。やっぱバカリズムさんの脚本ってすごいよね。オーエルバーハイアンドローみたいな、ね、あ、そう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 、そうだよ、ね、バッタンバッタン本当に泣き倒していくし、ね、あんな世界あるんだ、どうしよう、あんなのがあったらって思っちゃう。ないよ、ないよ。おさぴやちゃんは実は開花しちゃうかもね、裏の番長かもしれないね。長野めいちゃんポジション、そうそう、実は強かったっていう、ちょっと鍛えとかなきゃなって小池栄子さん好きや、そうそう、ね、いいよね、いい役者さんだよな。あのリーガルハイでもめっちゃ好きなんですけど、ね、そう、やっぱ味のあるね、あのなんか、うん、あの面白い役やるよね、なんかすごいな。でも長野芽郁さんやっぱ最高ですよ。いや素敵ですね。エクストリームジョブは和田さんどうだったんですか。見ましたよ。あの僕ね、ちょっと食わず嫌いしてたんです。あのなんか始まったところのスタートがちょっとこう良くも悪くもドリフっぽいなと思って、うんうんうん、あのドタバタ劇になっていくでしょ、はいはいはい、でそこで最初の10分だけ見てやめてたの、うん、でまあ見ました。お、ありがとうございます。びっくりしたね、なかなか、うん、あの、うん、確かにチキンは食べたくなるのと、うん、あのそれこそあのバトル廃炉オマージュしてないかなと思って、ね、あの時期ね結構多かったんですよ、そういうの廃炉、ね、っぽいなっていうやつ、ね、あのコンテナ出てきてカメラワークからしてあれみたいな、なんかちょっとあるのかもしれないです ね、やっぱ影響日本でこういうの流行ってるらしいよみたいなのね、もしかしたらあるかもしれない、ね、あの廃炉の実はむちゃくちゃ大変なワンカット舐めて撮ってるやつとか、全然関係ない話、あれを灰色の話になっちゃったよ。エクストリームジョブはちょっとまた違った 路線だったので、まあ、分かんないけどね、うん、どうね、撮影秘話とか知りたいなと思いつつも、ね、どんな感じだったんでしょうね、うん、アクションがね、すごいね、なんか途中であれだったよね、あの韓国なのにチャイナっぽい曲流れてたよね。 あれも不思議だなと思って、なんかね、だからお笑いのことって結構難しくないですか、日本の土地土地ならではの笑いってあるじゃん、うん、で、うん、アメリカンジョークとかが分かんなかったりする時あるけど、うん、韓国のギャグってどういう感じなんやろうなってのはすごいなんか見てて面白かった、うん、あーよかったです、うん、伝わりましたか。なんでそんな上から腕組んで何伝わりましたか。伝わりましたか。あ、私の、あ、私がプロデュースした作品を。プロデュースしたの。違います。だとすごいね。違います。おすすめした作品をね。で皇帝さんは、皇帝は ね、 皇帝はね、あの俺皇帝ってことなの、あれ皇帝の、あ、確かに身長が、いや声の高さ、声の高さが高、ね、本当によくあんな声出るよね。うん、あとあの髪型に共感でしたよ僕。あ、そうそう、あんなに伸ばしてみたい、セットして、そうそう、下田さんが、下田さんのね、下田さんのね、小田ペちゃんどうだった、どのネタ見たんですか。僕あのあれ、あれお前みたいな、今もうすでになんかお前って顔してたんです。一旦聞こうか。一旦飲み込みますよ。一旦ね、はい、受け止めてもらって、さっき見た話していって本当にさっきだから、さっき見た話すればいいんだから。山頂でハープか、
ああはい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 、うん、おざぴあちゃんは？え、ちょっと待ってちょっとネタは忘れた。でもジーヤが好きですね。ああジーヤね、ジーヤがね、もう頭から離れなくなっちゃうねあれね。やりたくなっちゃうね、やりたくなっちゃう。あれでもあれが聞けなくなっちゃった、ね、頭に残るタイプやね。そう、あの独特なこう、うん、毒づき方とさ、めちゃくちゃ仲悪いらしいですからね。いやでも分かんない、だって解散の理由もそう書かれてますからね本当に仲悪いらしいですからね。方向性の違いとかまとめるところをさ、綺麗な言葉で本当に仲が悪いという、なんでそんなことになったよな、ね、めちゃくちゃ悪かったんだけど な、あんなに顔が近くできるんですね、仲悪いのにネタ、ね、確かにね、確かにね、やだ、あの二人が M1 撮るとこ見たかったな。撮りそう、結構ショーレースもねバコバコ言ってたんですけどね、うん、わーっていうところで解散しちゃったよね、うん、続かなかったよ多分。そうか、でもほらまたね、あの復活するね、あるじゃないですか、コンビも。いやどうだろうね、皇帝さんは復活しないんじゃないかな、バンドは復活するでしょ、うん、10年ぐらいしたら仲悪くてもう一回ちょっとやるかみたいな、うん、これお笑い芸人で復活させていいのかな、人間関係ですからね、結構いらっしゃるみたいですよ。本当皇帝は何度かやってます。あ皇帝はね、じゃあ嫌いも好きのうち、そうだんだんね、でもねもうそれがね何回もあってもうついに無理ってなったらしいですよ。そうなんや、ちょっとじゃあもうやっぱりお前しかおらんわって言ってたけどやっぱりみたいな。そうだ、九条さんはもうピンでやってるし、うん、東京に来たから、あ東京に、あ石本さんは関西でやってる、あじゃあもう離れ離れだ、別のコンビを組んで新しいコンビ組んじゃった。そうなるとね、そうなると新たな相方に対しても配慮もあるやろうしね。そうそうそう、そうか、戻らないのかな、残念。生で見たかったな劇場で。あそれわかる、ね、その気持ちわかる、やっぱ生でね見た方が、ね、漫才もね見るとね楽しいですよね、迫力違うしな、行ったことあるので、うん、そんなね私たちの作品以外にもね、はい、あのメール来てまして、ラジオネーム伊豆さんからいただきました。皆さん、はい、こんにちは、ダックス。こんにちは、ダックス、はい、この前の爆笑しちゃう作品についてですが、うん、漫画の池稲中卓球部が出なかったのでメールしてしまいました、うん、あれほど下品で最高で笑える漫画はないです、うん、一人で声出して笑える漫画です。13巻すべて下品でエロくてくだらない傑作です。万が一世界さんが知らなかったら絶対読むべきだと思います。いや知ってますよね。知らないわけがないだろう俺世代大好き、うん、小沢ピアちゃん知らなかった。知らないです。和田さんも、ま、もちろん知ってます。女の子はなそんなに読まどうだろう、ね、手に取るのかな、まあまあ、や山でしたっけ、ってね、やったかな、うん、だからちょっと多分世代感もあるけど、うん、男兄弟がいたら持ってるかもね。私男兄弟ですけど、うん、もう兄持ってない気がします。あ本当、まあ、でも知ってはいるんじゃん、多分知ってはいると思います、うん、どういう話だと思う。え卓球部ですよね。だ卓球って書いてあるから、うん、卓球のその中学校のなんかスポコン、それどこが下品でエロいの。戦いながらも、うん、こうどういうサーブすると思う。えサーブから、うん、サーブからなの。だからあスカあおえもしかして女子、えスカート履いててちょっとパンチらしちゃうみたいな。かわいい昭和やん昭和の漫画ですよ。そっち系じゃないんですか。どんな感じなんですか。ね、はい、名前だけ言うね、はい、ハミサーブっていうのもうやだよ聞きたくない。もう分かったでしょどういう漫画もういいです。どういう漫画か分かったでしょ。はいもう分かりました。そういう漫画もう分かりました、ありがとうございます。お兄ちゃんに言ってみな。やだ言えないよ、恥ずかしいよ。絶対知ってるよね言いたくない。はいということでメールありがとうございます。今週ね名作ですよ、うん、名作よ、ね、ということでここで次回のテーマも発表しましょう。ほいほい、次回のテーマはおすすめゾンビ作品ということで、うん、ゾンビが登場する。そんなに明るくゾンビ紹介して、ね、かわいい声でゾンビ作品って言われてねいやだってゾンビ作品は明るく言わないともやっていけないから。おさぴあちゃんゾンビもダメ。あんまり見ないですかね。ホラーっていうか怪談はもう最もダメでしょ。怪談はちょっとホラー作品はちょっと苦手です、ねうん、十字架の6人とか好きなんでしょう。あでも好きですね。でもゾンビしくない。そうそう、うん、怖いわって。人怖は平気なんてことなのかな。そうかもしれないです、ね、あの驚かせなければ。そうなんで驚かされるのかって感じなんで、ね、パッと振り向いたらバーって出てくるとかさ、あれが嫌なの。そんなゾンビさっき全部そうやそうジョージいてほしい。ゾンビがねえジョージいてほしい。あウォーキングデッドみたいなね。そうそうウォーキングデッド大好きですね、はい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 、あんまり怖くな い人間模様がね、うん、あるからね。なるほどね。そうそうびっくり系が無理なんで。でもねそんなゾンビ作品もね、わかる。びっくりは俺も苦手。そうドキッとするもんな。そうなんですよ、うん、それがなければ見れますゾンビ作品。やっぱ音だねあれね。
そう面白くねえなそんなゾンビさんいやそんな中でもねゾンビさんにおすすめしていきますが、はいはいはい、まずは尾崎由香がおすすめするゾンビ作品はこちらです。ウォームボディーズという映画です、ね、あの恋愛のやつだ。おさすがですね正解さん、うん、これあのゾンビ×コメディ×ラブストーリーを組み合わせた作品なんですよ。見たことないから興味あるわ。ラブコメみたいなゾンビで、ゾンビがラブコメするの、うん、そう、まあ、聞いてみよう、うん、そうなんですよ。あの人間主体 の、うん、あの作品が多分多いと思うんですよ、うん、主観でね見るいいんだけどその神がさあのゾンビに噛まれたみたいなあの神がぐちゃぐちゃになってるけど続けてください、はい、してきたんだよちゃんと、はい、人間主体の ねあの作品が多いと思うんですけど、うん、これはゾンビ視点の映画になってて、うん、その主人公が R っていうゾンビなんですけど、その R がそのゾンビの世界で生きていて、こう人間を食べにね人間界へたまに行ったりするんですよ。お腹すくから。でそのゾンビはそのおとぎ話のように話すけど、うん、あの脳みそを食べると、うん、その脳みその記憶をこう見れると、うんうんうん、で見れてそれを体感できるんですよ記憶、うん、記憶をね。でその記憶のそのある男の人の脳みそを食べたら、うん、その男の人の記憶をインプットされてしまって恋心まで体感できてしまうんですよ。へその男の人の、はいはいはい、でその女の子のその恋心を知ってしまって、うん、その女の子を探すというか恋に落ちてしまって、うん、ひょんなことからその女の人に会ってしまうんですよね、うん、そこから物語がスタートするっていう、ちょっとゾンビ映画の中ではちょっと珍しい。怖くない。怖くない、うん、でゾンビがイケメンっていうね。あ、ほんそうなんや。めちゃくちゃかっこいいよね。かっこいい。初めてかもこんなかっこいいゾンビに出会った。これだったら出会いたい。壊れたい。壊れたい。そんなゾンビ映画でめちゃめちゃいいんです、はい。なんかちょっとロミオとジュリエットっぽい。はいはいはい。そう、禁断の恋。いろ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 な派生を繰り広げてそうなりましたが。そうだったんです。そういう世界もあるんですぞ。これでも有名じゃない？結構。有名ですよ。本当にそうなんや。そう。結構評価も高くて、うん、もういいんですよこれも女子高生が絶対好き。設定がやっぱさすがと思ってこのねお題のね、うん、最も見てないジャンルがゾンビ映画だったから、うん、そこ来たかみたいな。そうなんですね。見てそう。本当？和田さん、はい、ゾンビみたいやもんね。ゾンビみたいもんね。どういうことよちょっと何がよゾンビみたいとは 何がやねん答えはい、こんな感じの映画でした、はい、私は、うん、じゃあ続いて、はい、和田さんですね。はい、なりましたよ今回も、はいはいはい、世界さん見てるやろなこれな、うん、いきますよ、はいはい、映画のキャビンです。あキャビンね、キャビン、うん、見た、あ見てる、ゾンビ、ゾンビ、ゾンビもの、まあ、ギリゾンビものか、出てくるもんね。そうそう出てくるのはね。知ってる尾崎彩ちゃん。えキャビンって聞いたことありますね。英語で言うとキャビン、うん、あでも見たことないです。見たことない。あない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 、うん、あのね、どんな作品ですか？ゾンビ映画って大体みんなあのちょっとウェイってなんかパーリーピーポー的な男女がさ、うん、必ずあの湖畔に行ってさ、まあね、ありますね、そうそう、あるあるね。でそこの ね、なんか別荘みたいなとこでいろいろ始まっていくやんか、そうそうそう、でちょっとエロもありつつのっていう、うん、フォーマットみんなわかるやん、出てくるからね、また来た来た来たみたいなところなんやけども、実はそれを全部あの監視してる人たちがいるんですよ。いやー、おかしくないって全部ネタバレだけど大丈夫それそれ大丈夫です、もう分かっちゃった、大丈夫大丈夫、これね冒頭プレゼン失敗してない大丈夫、冒頭の15分でそこまで出てくるからここまでいいでしょう、この先はちょっと言わないで、あのクリス・ヘムスワーズわかる、まあね、あのマイティーソーの、はい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 、クリヘムちゃん主人公、はいはい、そうめっちゃクリヘムがね、まあ、予告でもそれっぽくは出てる、そう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 、そう予告で言える範囲で言うとね、これで本当にえっていう、あのトゥルーマンショーってわかるかな、わかりますわかります、うん、トゥルーマンショーもまさにじゃないですか、あそれのゾンビ版というので、なんかあのアベンジャーズのね最初の監督とかチームが脚本家さんとかかな、うん、がゾンビ映画をこういう SF で撮ると面白いよねっていうのをやってて、最後唖然としちゃうので、これ最後ね、ね最後ちょっと嘘でしょみたいな、そう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 、見たい、ちょっと夏にぴったりですね典型的なゾンビ映画的な始まり方しておきながら、うん、後半も置いてかれるというか、めっちゃ他の作品と悩んだんだけどやっぱこれだろうなと。あそう、はい、これびっくり系ですか。いやそんなに驚かない。あでじゃあ大丈夫、あのゾンビもそこまでなんかすごい怖くない、ゾンビより、うん、ゾンビよりのインパクトが強いからね、うん、
見ます。なかなかですよ、ね、キャビンでね、時間的にも90分ぐらいでちょうどいいサイズ感、ね、そうそう、なるほどね、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて世界さんです。映画ですよね。映画じゃなくても、いや、まあ、いろいろあるのよ、うん、ただまあじゃあ映画にしましょうか。俺も久々に来た続いて世界がおすすめするゾンビ作品はレック。知らん。レック、これねスペインの映画なんですけど、スペイン予告編をねちょっとまずは見ていただきたいんだな、うん、ストーリーはまああれ、ああこれ表紙見たことある。ストーリーはね、あのまあパニックホラー、はいはいはい、はい、てかもうとにかくもう超リアルなホラー映画なんですよ、うんうん、超リアル、リアルってことは、もう徹底的に監督がリアルにこだわった、うん、へ、徹底的に監督がリアルにこだわった、あのブレアウィッチプロジェクトっていう映画わかります、はいはい、うん、POV で主観で撮ってるやつ、ね、ブレるやつね、あれから着想を得てゾンビ映画にした、うん、めっちゃ怖いやつやん、もう徹底的にリアルなゾンビ映画、はいはいはい、あ本当だ、主観撮影、リアルパニックムービーって怖いな、絶対怖いじゃん、怖い怖い、うわ、このスペイン、ね、このさもう画面自体が怖いわ、もうすでにこれ、ね、結構古いんですかね、怖い怖い怖い、あーなんか来た、なんか来た、これね2000でも2000年スペインで150万人が絶叫とか、後半かしぐらい、中期ぐらいだね、じゃあブラビッチのほんとちょっと後ぐらいよね、うん、悩んだけどね何にするか、うん、あ、こうこうこうこれね、こうあの記者の女の人が主人公で、うん、こう消防隊 あのドキュメンタリーを撮影しに行くっていう体で、うん、とあるアパートに、アパート ね、何階建てだろう、うん、7階ぐらい、うん、割とちっちゃいアパートに、うん、消防隊員が今から行くって言って、うん、そのドキュメンタリー撮影しに行ったら、うん、そこで感染パニックが起きちゃう、あ、だからもう舞台めちゃくちゃ狭いんですよ、あ、もうでも縦長に階段が螺旋階段にあったりとかして、怖い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 、これ絶対怖い、見れへんやつやわ、感想言えへんな、ちっちゃい画面で見よう、何分まで見れたかっていうので、もしくは音を消してみないと、そうなの、これね、あのおすすめしたら見なきゃいけないっていうのでピンってきたから、どうして見せようと思って、どうして他にもあんねよ、可愛いやつもあるし、可愛いのにしてくださいよ、スリラーとかも言おうと思ったんですよ、スリラーね、確かにね、すぐ見れちゃうから、うん、これダメだ、世界を変えて、夏だからさ、うん、やっぱ怖いの見てほしいわけ、怖い怖い怖いよ、もうみんなで見よう、あ、ご飯食べながら見ましょうじゃん、うん、ご飯は食べたくないゾンビでしょ、だってなんかもうぐちゃぐちゃってなってるじゃん、一人で見てください、はい、いやです、はい、やったということで、次回はお互いが紹介した作品を見てきて感想を言い合いましょう、はい、お聞きのリスナーの皆さんもぜひ感想や推しポイントを送ってきてください。同時にエンタメ作品のテーマも募集しています。じゃんじゃん送ってきてください。以上、ワダックスプレゼンタメーションでした。和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ、ワダックス七色セリフオーディション、ここでは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジの学生さんをリモートゲストとしてお招きして、架空のアニメの架空セリフでオーディションにチャレンジしてもらいます。最終的に合格した学生さんには、和田さんが社長を務めるエクスアーツのグループ会社が手掛ける作品への出演権がプレゼントされます。ではまず8月のテーマセリフを発表します。8月の女性用セリフはこちらです。もう二度と言わないでとなります。ではここで最初の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校パフォーミングアーツカレッジ、音楽が大好きな宮地真希です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではですね、まず宮地さんにも演出を入れずに読んでいただきたいと思います。お願いいたします。はい、もう二度と言わないで。おう、うん、これはどんな設定があるんですか。こう私が一生懸命こう相手の子を励ましてるんだけど、何回も励ましたことがあるんだけど、うんうん、なんかやっぱり私なんかできないよって言っちゃうから、でも私はその子の可能性をずっと信じていて、うん、こう諦めてほしくないで、こうすごく自分の思いをぶつけた後に言う、そんなことはもう二度と言わないでっていう気持ちで行ってみました。
おお、切ない感じで、うんうん、友情でした ね、 そのね、ありがとうございます。では和田さんに演出を入れていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ、あの、あなたは女優さんです、うん、はい、でも自分よりも後輩の女優さんが、はい、自分より人気があるんですよ。ちょっと悔しいよね、そういう中で、はい、でも相手が後輩女優だから先輩って言っていつもこう持ち上げてきて、先輩っていつ見ても綺麗ですねって言われると、でそこにだんだんイライラが募ってってちょっと怒っちゃった感じで。わかりました、お願いします。はい、それではご準備よろしいでしょうか。はい、お願いします。それではお願いいたします。もう二度と言わないで。怒ってる。怒ってますね、うん、あ、いい感じに変化がありました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは2人目の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介をお願いいたします。総合学院ヒューマーアカデミー北九州校パフォーミングアーツカレッジ生き物大好きな堀内美優です。お願いいたします。よろしくお願いします。それでは堀内さんにもまずは演出を入れずに読んでいただきたいと思います。お願いいたします。はい、もう二度と言わないで。ん、これはどんな設定が、これはあのとても仲良しな親友とこう喧嘩して、その後、まあ、とても傷つくことを言われたんですけれど、仲直りした後になんかあの言葉は傷ついたからもう二度と言わないでねという感じで読ませていただきました。うん、ちょっと可愛らしさもあってね、仲直り感もありました。ありがとうございます。それでは私が演出を入れていきたいと思います。はい、敵との、戦闘中です。はい、傷ついた仲間が、自分の死を悟って今までありがとうと言いかけます。そんな時の一言にしていただきたいなと。はい、わかりました。ご準備よろしいでしょうか。はい、お願いします。それではお願いいたします。もう二度と言わないで。おお、すごい劇的なシーンに変わりました、うん、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで宮地真希さん、堀内美優さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーで使用する男女別のセリフなども募集しています。どんどん送ってきてください。ということで以上、ワダックス公開オーディションでした。和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ。お届けしてきました和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ、そろそろおしまいのお時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはワダックスアットマーク joqr.net まで。またこの番組の公式ハッシュタグはハッシュタグひらがなでワダックスです。そして番組公式 YouTube ワダックスチャンネルもあります。こちらでは番組本編と映像付きのおまけトークがお聞きいただけます。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のおまけはゾンビ話の続きをしていきます。詳しくは番組公式 X（Twitter）をご覧ください。 X、はい、X になりましたからね、うん、さてここでお知らせです。まず私から、はい、魔法チャンネル×テルのニコ生合同イベントジョイントに出演します。おい、これが9月2日の土曜日第1部、14時からスタートです。会場は神田明神ホールです。お、神田明神、はい、そうなんです。ぜひお越しください。はい、そして世界さん、はい、劇場版シティハンターエンジェルダストが9月8日公開になります。ぜひ劇場にご覧に行ってください。お願いします。はい、お願いいたします。ということで、ではね、おまけでね、たっぷり話しましょう、していきましょう。ということでここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と尾崎由香と世界でした。ありがとうございました。この番組は株式会社 X アーツと総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。